います。はい、まず緊急地震速報というのは、地震が発生した直後に震度や到達時刻を予想し、瞬時に情報を発信するというものですよね。そこに今日から新たに長周期地震動というものが対象に加えられました。まずはこちらをご覧ください。こちらは12年前、東日本大震災発生時の大阪市にある高層ビルの様子です。震源の宮城県三陸沖からおよそ700キロ以上離れた大阪市は震度3でしたが、55階建てのこのビルは10分以上揺れが続き、エレベーターに人が閉じ込められるなどの被害が出ました。この原因が長周期地震動です。長周期地震動は揺れの周期が大きくゆっくりとしていて、震源から数百キロ離れた場所でも揺れが伝わりやすいという特徴があります。そのため地上の震度が小さくても、高層ビルなど高い建物に長く大きな揺れをもたらす恐れがあります。この長周期地震動が発生した場合なんですが、特に14階建て以上の高層ビルや建物で被害が起こりやすいと言われているんですね。ただ佐藤さん、こう震源から遠い分、どのくらい揺れるのかというのはイメージしにくいですよね。そうですよね。そこで気象庁がその際の揺れの大きさを4つの段階で今回新たに発表することになりました。実際にどの程度の揺れなのか、それぞれ見ていきましょう。こちらは階級1、室内で揺れを感じブラインドなどが大きく揺れると想定されます。そしてこれは階級2、物につかまらないと歩くことが難しく、棚にある食器や本が落ちることがあります。こちらは階級3、立つことが困難になり不安定なものは倒れるほどの揺れと想定されます。さらにこちらが最大の4、立つことができず這わないと動くことができないほど大きな揺れです。長周期地震動の階級3または4が実際に観測された場合は、ご覧のように速報でお伝えします。過去の例を見ると、国内で階級3以上が観測される頻度は1年に 1、2回程度だということです。はい、高層ビルなんかで発生しやすいということですけれども、はい、これ県内ですとどういった建物が該当するんでしょうか。はい、まずですね、代表的なものがこちらです。県内で最も高いビル、郡山市のビッグアイです。24階建てで全長およそ133メートルの高さがあります。 TUF の調べでは、県内でマンションや温泉宿など14階建て以上の建物がビッグアイを含めて11箇所あることが分かっています。高いビルでは10分以上揺れが続く場合もありますので、揺れを感じたらこれまで同様、身の安全を第一に考えて行動するようにしてください。